今回は相加平均と相乗平均で円周率が求められるということを紹介するのだ。相加平均と相乗平均って不等式が成り立つやつね。使いどころがいまいちわからない地味なやつ。円周率とは全然関係なさそうだけど、本当に求まるの？本当に求まるのだ。まずは相加平均と相乗平均について簡単に説明するのだ。相加平均というのは A と B を足して半分にするという普通の意味での平均なのだ。そして相乗平均というのは A と B をかけてそのルートを取るというものなのだ。ただし相乗平均を考えるときは、普通は A と B が0より大きいことを前提とするのだ。どちらかがマイナスだったら虚数になってしまうわね。この2つの平均にはこのような不等式が成り立つことが知られており、これを相加平均と相乗平均の関係というのだ。ただしこの不等式は今回一切使わないのだ。相加平均と相乗平均でどのように円周率が求まるかというと、数列の初期値 A1 を4分の1、B1 を4分のルート2として、A の n たす1を AN と BN の相加平均、B の n たす1を A の n たす1と BN の相乗平均と定められた数列を考えるのだ。ここでここの値は AN ではなく A の n たす1なので、相加平均と相乗平均の関係は成り立たないことに注意するのだ。実はむしろ逆の不等式が成り立つのだ。そして AN 分の1の N に関する極限を取ると、それが円周率に一致するのだ。一応 BN 分の1の極限も円周率に一致するのだ。ここまで聞いても円周率が求まるとは思えないわ。それについてはこれから話していくのだ。ちなみにこの方法を発見したのはニコラウス・クザーヌスという中世ドイツの人物なのだ。数学者には見えない風貌ね。クザーヌスは枢機卿、つまりカトリック教会においてローマ教皇の次に偉い地位についた人物らしく、おそらくこの絵はそれにまつわるものなのだ。そんな人物が円周率に興味を持っていたなんて意外だわ。それではクザーヌスがどのようなアイディアで円周率を求めたのか説明していくのだ。まず円に対しそれに外接する正多角形を考えるのだ。古代ギリシャの数学者アルキメデスはさらに円に内接する正多角形を考えたが、クザーヌスのアイディアはそうではなく正多角形に外接する円を考えたのだ。つまり円を正多角形で挟むのではなく正多角形を円で挟んだのね。ここで正多角形の周の長さと外接円の周の長さは、この部分を比較すると青い直線の方が短いので正多角形の周の方が短いことがわかるのだ。内接円の周の長さと正多角形の周の長さはこの部分の比較から正多角形の周の方が長いことがわかるのだ。実はこれはあまり明らかなことではないが、昔の人は正しいと信じていたのでこの動画でも正しいこととするのだ。微分と積分を用いればきちんと証明できるとだけ言っておくのだ。さて真ん中の正多角形の周の長さを2とし、内接円の半径を A1、 外接円の半径を B1 と置くと、円周の長さは半径 ×2π なので周の長さの関係からこのような不等式が成り立つのだ。ここで正多角形の周の長さを2としたおかげで不等式から2を消すことができるのだ。さらにそれぞれの辺を π で割り逆数を取ると円周率の不等式が得られるのだ。この不等式をより良くするために正多角形の角の数を2倍にしたものを考えるのだ。周の長さは先ほどと同様に2とするのだ。そしてその内接円と外接円を考え、内接円の半径を A に、外接円の半径を B にと置くと、 A2 と B2 に関して同様に円周率の不等式が得られるのだ。ここで直感的には A には A1 より大きく、B には B1 より小さいので逆数を取ることでこの不等式が得られるのだ。これを下の不等式に当てはめるとこのようになり、正多角形の角を増やすほどこの部分が円周率に近づいていくと予想されるのだ。
以上のアイディアをきちんと証明するには周の長さが2の正2の n たす1乗角形を考え、その内接円の半径を an、 外接円の半径を bn とした時、この不等式が成り立ち、さらにこの極限が円周率になることを示せばよいのだ。 n が1の時は正多角形の角の数は4だから、正方形から始めて正八角形、正十六角形と考えていくのね。ちなみにクザーヌスは3番目を示していないと思うが、この動画では示すことにするのだ。これらを示すために、まずは AN と BN が A の N たす1と B の N たす1とどのような関係になっているのか、つまり A の N たす1と B の N たす1が AN と BN の式で表すことができるのか考えてみるのだ。まずこの赤い図形を周の長さが2の正2の n たす1乗角形とし、その内接円と外接円を書くのだ。この時内接円の半径は an、 外接円の半径は bn なのだ。次に周の長さが2の正2の n たす2乗角形を赤い正多角形と同じ中心を持ち、この2つの辺が平行になるように書くのだ。そして青い正多角形の内接円と外接円を書くと、内接円の半径が A の N たす1、外接円の半径が B の N たす1なのだ。このままだと図が複雑で分かりにくいので、右上の部分をこのように拡大するのだ。ここで赤い正多角形の頂点と中心を線で結び、ここの角度を考えてみるのだ。このように反対側の頂点と中心を線で結び、この三角形を考えると、この三角形の底辺は赤い正多角形の一点になるのだ。そして赤い正多角形には辺が2の n たす1乗個あるので、三角形の頂点の角度は360度の2の n たす1乗分の1になるのだ。この三角形は二等辺三角形なので、求めたい角度はこの半分、つまりこうなるのだ。この式からこの角度は n が1大きくなると半分になるので、このように青い正多角形の頂点と中心を線で結ぶと、これは角の二等分線になるのだ。ここで角の二等分線と辺の比の関係から、この辺とこの辺の長さの比がこの部分とこの辺の長さの比に等しいのだ。この辺の長さは AN、 この辺の長さは BN なので、この辺の長さを L と置くと、 AN 対 L が AN 足す BN 対この辺の長さに等しいのだ。ここでこの辺は正2の n たす1乗角形の1点の半分で、周の長さは2なので、2の2の n たす1乗分の1のさらに半分で、この部分がキャンセルするのでこうなるのだ。次にこの三角形とこの三角形が相似なので、 an 対 l が a の n たす1対この辺の長さに等しいが、この辺の長さは青い正多角形の1点の半分なので、2の n たす2乗分の1となるのだ。ここでこの部分は下を2倍すると上に等しくなるので、この部分も同様に下を2倍すると上に等しくなるのだ。つまり a の n たす1が an たす bn の半分になるのだ。これで a の n たす1を an と bn で表すことができたのだ。次にこの点と赤い正多角形の頂点を直線で結ぶのだ。この時ここの長さが an、 ここの長さは bn で、 a の n たす1は右の式から an と bn のちょうど真ん中なので、この部分の長さは等しくなるのだ。またこの部分の長さはこの部分の長さのちょうど2倍なので、青い正多角形の頂点は黒く囲んだ2点の中点になっており、したがって黒く囲んだ2点を結んだ直線は青い正多角形の頂点を通るのだ。ここでこの三角形を考えると、これは二等辺三角形で、真ん中の線は角を二等分するので、ここの角度は直角になるのだ。よってこの三角形とこの三角形が相似になり、この辺とこの辺の比がこの辺とこの辺の比に等しくなるのだ。これを計算するとこのようになり、両辺のルートを取るとこうなるのだ。これで
A の N たす1と B の N たす1を式で表すことができたのだ。 A の N たす1が AN と BN の相加平均、 B の N たす1が A の N たす1と BN の相乗平均になったわね。これで1番目が示されたので、次は2番目を示すのだ。この部分の不等式は正多角形と外接円、内接円の周の長さの比較から示すことができるので、この2つの不等式は成り立つことを認めるのだ。ここで A の N たす1は AN と BN の相加平均に一致し、 AN は内接円の半径、 BN は外接円の半径なので、 BN を AN に置き換えたものは小さくなり、これは AN に一致するので、A の N たす1の方が AN より大きいことがわかるのだ。次に B の N たす1は BN と A の N たす1の相乗平均と一致し、上の不等式から BN は解分の1を挟んで A の N たす1より大きいので、 A の N たす1を BN に置き換えたものは大きくなり、これは BN に一致するので、 B の N たす1の方が BN より小さいことがわかるのだ。これを右上の不等式と合わせるとこのようになるのだ。これの逆数を取ることで求めたかった不等式が得られるのだ。これで2番目が示され、この不等式から N を大きくするほど AN 分の1と BN 分の1が円周率に近づくことがわかるのだ。どんどん円周率に近づいていくなら2番目の不等式から3番目がわかるんじゃないの？それはわからないのだ。円周率にちょっとずつ近づくのは確かだが、近づき方がちょっとずつ過ぎて π よりも手前の値に収束してしまう可能性があるのだ。だから3番目をちゃんと示す必要があるのだ。2番目の不等式を数直線上で考えると、 bn 分の1が π に近づいていき、 π に届くかどうかわからないが、どこかに収束することがわかるのだ。正確には収束することは実数の連続性というものによるのだが、直感的に明らかということで認めることとするのだ。ここで B1、 つまり外接正方形の半径は0より大きい実数なので、この極限も0より大きいことがわかるのだ。0より大きいので、この極限を B 分の1と置くことにするのだ。この時下の図から B 分の1は π 以下なのだ。同様にAN 分の1の極限も存在するので、それを A 分の1と置くのだ。この2つの極限値が一致すれば、この不等式からそれぞれ π に一致することがわかるので、それを示すのだ。 A 分の1は0でない有限の値なので、極限の逆数は逆数の極限に一致することを用いると、 A はこの極限に一致し、これは AN が満たす等式からこのようになるのだ。ここで B 分の1も0でない有限の値なので、和の極限が極限の和に一致し、このようになるのだ。この等式から A イコール B となることがわかり、よって A 分の1と B 分の1が一致することがわかるのだ。これでこの不等式が等式であることがわかり、3番目が示されたのだ。これで N を大きくしていけば円周率が求まることがわかったのね。以上で相加平均と相乗平均を繰り返すと円周率が求まることが分かったのだが、このままだと円周率がどのくらいの速さで求まるかわからないので、もう少し計算してみるのだ。周の長さの関係からこの不等式が成り立つが、この不等式の幅、つまり AN 分の 1-BN 分の1が円周率の近似の誤差と考えられるので、これがN を大きくした時にどのくらい小さくなるのかを調べてみるのだ。これを単純に計算するとこうなるので、分子の値を CN と置いて CN と C の N たす1の関係を見てみるのだ。少し唐突だが、この値を計算すると CN の定義からこうなるのだ。 B の N たす1は A の N たす1と BN の相乗平均なのでこうなり、A の N たす1についてまとめて A の N たす1が AN と BN の相加平均であることを用いるとこのようになるのだ。これを計算するとこうなり、 CN の定義からこうなることがわかるのだ。これを C の N たす1について整理するとこのようになり、
これで C の N たす1と CN の関係が分かったのだ。さて誤差の計算に戻ると、 N たす1の時の誤差はこれで与えられるので、さっき求めた式を代入するとこうなるのだ。少し式を変形してこのようにすると、ここが N の時の誤差なので、これで N が1増えた時の誤差の変化が分かったのだ。ここで少し雑に考えるが、 N がある程度大きければ AN、A の N たす1、BN、B の N たす1はすべて解分の1に近いので、すべて大体同じ値だとみなすと、この部分は大体1、この部分は大体2分の1なので、誤差は大体このようになり、 N が1増えるたびに誤差が4分の1になることがわかるのだ。それではクザーヌスの方法で実際に円周率を求めてみるのだ。方法をおさらいすると、周の長さが2の正2の N たす1乗角形の内接円の半径を AN、 外接円の半径を BN とした時、 A の N たす1が AN と BN の相加平均、 B の N たす1が A の N たす1と BN の相乗平均であり、周の関係からこの不等式が成り立ち、この極限が π になるのだった。よって AN と BN が分かれば、それから A の N たす1が求まり、それから B の N たす1が求まるので、それを繰り返すことで円周率が求まるのだ。この計算を実行するために初期値 A1 と B1 が必要なので、それを計算するのだ。 N が1の時は2の N たす1乗は4なので、周の長さが2の正方形を考えると、その内接円の半径が A1 であり、正方形の1点の長さは2の4分の1で2分の1なので、 A1 はその半分の4分の1なのだ。次に外接円を考え、その半径 B1 を求めるために、このように線を引くと、ここは直角なので、三平方の定理から B1 は2分の1のルート2分の1で4分のルート2になるのだ。これで初期値が求まったので、計算機で円周率を求めてみるのだ。円周率の正確な値は上に書いておいて、円周率を求めるとこのようになるのだ。N イコール5でようやく 3.14 まで求まるのね。 N イコール5の時は2の6乗が64なので、正64角形まで計算すると 3.14 まで求まるのだ。ちなみにさっき計算した通り、 N が1増えるたびに誤差がだいたい4分の1になっているのだ。これでクザーヌスによる円周率の求め方を説明し終えたのだ。正多角形を円で挟むと相加平均と相乗平均が現れるというのは意外だったわ。それにクザーヌスの方法がアルキメデスの求め方と真逆になっていて面白かったわ。そうなのだ。アルキメデスは円を正多角形で挟んだが、クザーヌスの方法は正多角形を円で挟むというまさに逆の方法なのだ。しかし実はクザーヌスの方法がアルキメデスの方法と異なるのはそこだけではなく、内接円と外接円を同時に考えたということもあり、そちらの方が実は大きな違いなのだ。アルキメデスは内接正多角形と外接正多角形を別々に考えたが、それではそれらを同時に考えるとどうなるかという問いは気になるのだ。それは次回の動画で説明するので楽しみにしてほしいのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。計算に使ったサンプルプログラムを公開しているので、気になる人は概要欄から見てほしいのだ。動画が面白かった、ためになったと感じた人は高評価チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。